こんにちは、ボンです。今回の動画は高知の旅をお届けしたいと思います。柳瀬隆記念館をメインに高知に来まして、そちらの動画はまた別にアップしますので、もう少々お待ちください。はい。すごいところにこうやってうん、連結器が。あれ、ああ、ほんまやな、あそこまでかかるとんや。すごいすごい。ねえねえ。ドキンちゃんの顔がない。ドキンちゃんの顔、ドアが開いてるからや。ドアが閉まったら見えるよ。安全確認やって、あ、もうすぐ駅が来ましたよ。ブレーキしてください。フットブレーキです。掲示板のところにおめでとうとか好きなディスプレイを表示してくれるんやって。福徳太郎くんおめでとうって書いてある。ダダンダンダダンダン買おうか。
ブリの世界に来たみたいになるな。そんな。で。ここいるよ。猫ちゃん来たよ。ごちそうさまでした。あ、逃げちゃった。すごい、もうなんか森の中で食べたみたいな。あるって教えてもらったんで、ボンのチーズに来ました。ここいる。おいしい。そんなとこから。うん、チーズクリームがさ、ね、田辺さんに教えてあげたい。田辺、うん、まあ、ぼる塾の田辺さんに教えてあげたい。店のな、看板商品、うん、これこれが一番有名な。そうやで、午後のチーズケーキ、これが一番人気なんです。そう、午後のチーズです。午後のチーズ、はい、なんかチーズケーキ大好きやから。ちょっと味する。味見する。おいしい。おいしい。そう、おいしい。これな、お土産でもな、いけてな、あの冷凍とか冷蔵も結構日持ちがすんで、うん、それお土産でもらったらどう？その人のことをより好きになるね。チーズに騙されて。チーズに騙されて。ごちそうさまでした。ママ、よく似てんね、あんた。ここいる。高知に来たんで、カツオのたたき食べます。
これめっちゃ美味しそうやな。こっちが塩で、そうそう、こっちがタレ、うん、ちょっといただきます。高知県来たことないから。あ、そうなんや。初めて上陸しました。おー、まず塩かな、うん、こういう時は。これってニンニク、まあ塩と柚子、うん、いただきます。うわ、初めて本場のカツオのたたき食べたけど。舐めてた。カツオのたたきそんな好きじゃないね。あ、そうだ。正直でも美味しいね。あ、ほんま。やっぱり本場のやつ食べてから好き嫌いを言わなあかんな。いや、これはやっぱりこうわらでさ、うん、焼いとうからさ、香ばしくてあの上にかかった塩がめっちゃ美味しい。あ、どんな感じ。できた。おひげは、おひげ、おひげ、じゃあ黒だね。黒か。おひげは、おひげ黒、おひげはそれ何。これちょっとママ書くね、うん、ちょっと消すね、一回、うん、あ、消す